こんにちは。それでは、動画を収録していきます。まずはチャートを選んでいきます。 USDJPY 一通り見ますね。はい、EURJPY、 これでもいいですけどね。そこそこ、そんな悪いのはないです。あ、これダメですね、雲。まず全体見て、一番良さそうなのに入ります。自分がこれいけそうだなと思うものがいいですね。私はこれがいい感じなので。あ、ちょっと待ってくださいね。こちらにします。 AUDJPY 一緒 AUDJPY ですね。チャートも出して、はい、ああ入れたな。もう一回下がったところで入りましょう。はい、今入りました。今どういうことかというとですね、上昇を狙ってるわけなので、上の方で上昇を狙うよりも上に行くということは、なるべく下で入っておいた方が、この高低差が取りやすいわけですよね。ですので今ここで入ったことによって、上がっちょっと上がってくれても勝てますし、いっぱい上がってくれてももちろん勝てます。ですからなるべく下のところで入ったということです。入ったタイミングは非常に良かったですね。まああんまり今上がってくれてないですけれども、低い方で入っているので勝ちやすいということですね。あと残り14秒。そうですね、高低差は悪いんです、低い、良くないんですけれども、ただ低いところで入ってたので、まあ、勝てたということですね。820円ですね。まあそういうのも参考にしてください。あのグッグッと動いた時に入るのも基本の力が強い時に入るということでは意味があるんですけれども、あのグッと動いた分先に進んじゃってるわけですよね。これだったら、今だったら下っちゃってるわけですね。それでまた下降に入るとなると、その動きの幅が短くなってしまうわけです。だからこれはもう下降に行くなと分かったら、なるべく上がったところからここで入っておけば、この高低差がつきますよね。そういうふうな考え方なんですよね。はい、もう一つ、先ほどの見てよかったのがこれダメですね。ダメだ。こちらの方がいいですね。EURJPY、どうしたの？ EURJPY、これ今下降してますよね。で、下降を継続するのか反転するのかと考えた時に、この実体の大きさが大きいわけですよね。だったらまだ続くんじゃないかと思うわけです。でこういうふうに赤が出てきたということは反転するかもしれない。今反対の動きが強くなっていると。でもこの実体があんまり縮んでないから、どっちに引くかちょっとわからないなと考えるわけですね。
でも一方地高線は上に上がっている、今は上昇の力が強いよということです。ここの動きで見ると陰線が4つ並んで陽線、そしてまた陰線が2つ来て陽線、このあとどちらが出るかと、まあ、クイズではないんですけれども予測するわけですね。ただこれ見切り発車して予告するのではなくて、後出しじゃんけんがある程度使えるわけですね。ちょっと先に動いたところでよし上昇だ、よし下降だと、それが後出しじゃんけんできますので、ある程度推理した上でその中で考えるわけですね。あとはこちらも並行してみます。うん、これはあ、これ上行くなと、ただこちらがそこまではっきりしてないんで、また下がる可能性もあると思います。もうちょっと慎重に見ましょうね。上昇の力がもう少し入ったら上行ってもいいと思いますんで、でも1回赤が出て次にまた2回出て、その後またグーンと下に行く場合もなきにしもあらずなんですね。ですからそこら辺はじっくりここを眺めて判断しましょうね。はい、これはですね下です、私の判断。なぜかというとここが下のエネルギーが角度が良かったんですね。で今十字が出てます。で1分間はここから下がるだろうと見るんですね。確実かどうかは別として自分の予測ということで、そのように考えて入ってきます。根拠が必要ですよね。このティックチャートの勢いの力、これで1分間は下がるだろうと見るわけですね。もちろん確実に勝つわけではないですけどね、間違えたらまたその動きを把握した上でまた次の動きを予測するということで、勝率はどんどんそうやって確率は高くなっていくわけですね。今十字の後の陰線がもうちょっと大きくなってくれれば勝てるということ。あと7秒、動きがこうでしたけど勝てましたね。終わった後にずっと伸びていく、こういうこともよくありますよね。はい、以上参考にしていただければと思います。